それでその伝説はつまりこうなんですよ。元があってでそれで何かがエピソードがあって、こんなことがここでは昔あったんだよっていうこと、それ一つの話で、それが大きくてもちっちゃくてもあったかどうかっていうよりもそういう話があった。で一番肝心なのは何が真実かっていうと、そのね、一つの物語がこんなネットもテレビもラジオも何にもないような大昔から口伝だけでね、人の口だけで伝えられてきたっていうことが真実なんですよ。だからこれがね、小栗飯館なら600年以上前の話、それでも600年、それ鎌倉から室町600年ですよ。平安時代安珍と清姫、もう1500年ぐらい前の話でしょ。で源氏物語に自分平家物語、物語とかね、もうそういう有名な物語エピソードあるじゃないですか。で古事記なんか言ったらもう紀元前の話からなんですよ。やっぱ3000年何千年の昔の話が未だにそういう文献としてある。でお経なんかでも、神道なんかとかね、お経なんかでもそうで、これも何千年っても伝われてるものなんですよ。これが伝わってきたっていうこと、これが真実だって僕は思ってるんですよね。 でそれが値打ちがそこになかったら、何かがあるからこう伝わってきてるわけで、だからそれをそれでちょっと話また戻ります。でちょっとまた違う話しますけど、このお経とかこう見て難しくてよく分からない、漢字ばっかりですもんね。マーガハンニャ神経にしても僕も意味なんかちょっとよく分かってないですね。勉強してないですかね。読めますけど、漢字大坊作行人ハンニャハラミタとこね、まあ意味は別に特に今すぐ分からなくてもいいと思うんですよ。これ後々勉強すればいい。でもこれを見てね、難しくてもうなんかこうなんだろう、拒絶反応があるような人もたくさんいると思うんですけど、これもまあ言ったら僕は好きでこう見てるから難しいっていうよりも、もうこう昔はおどろおどろしく見てましたけど、今は全然もう本当にもう歌詞カードと同じで、で実際考えてみてくださいよ。このね、これを作ったお坊さんとかがいっぱい昔まあねいて、でこの経典を書くのにこれ広めたかったわけなんですよ。つまりどのお経にしろ、神道のね払い言葉にしろ、人に伝わらないものをわざわざこう残す、これ字があって、字をで伝えるためにこう書いてるわけでしょ。でつまりどうやったらその時代にこの時代背景にね伝わるかっていうことで、これが最高の、つまり最先端だったんですよ当時は。ねこれ何千年も前に誰かが書いたお経とかじゃないですか。でそれがその当時はこれ最新だったと思うんですよ。だってこう分かんないことを書いて人に伝わるわけじゃないですか。一人でも多くの人に伝えたかったわけですから、こう書いた人はね。だからそう伝えるために書き込んだもので、今何千年も経って何百年も経ってね、見たら古臭くてなんかこうおどろおどろしいもの見えるかもしれないんですけど、つまり僕が言いたいのは、この YouTube っていうのは今の最先端みたいなもんじゃないですか。でそれにこの伝統を書くっていうことはね、これもうこんな何百年も経った昔、未来からね見たらね、お経みたいなもんですよ。古臭い昔 YouTube みたいな、なんかあったんです、わこわみたいな、そういう世界なんですよ。なんでこれが今から何千年も何百年も以降未来の話になるとね、
もうこんな映像なんかないですから、おそらくもうホログラムかなんかでこう頭の中でもうそれこそ本当に見れるような時代になると思うんですよね。その頃にこんな YouTube なんて今最前で軽いように思うかもしれないですけど、結局同じことだと思うっていうのが一つ言いたいことなんですよね。でそれでまあちょっと締めくくりなんですけど、結局その伝説っていうのは僕は何がしたいかっていうと、その伝説をそこにこういうことがあったよ、それが面白いとか面白くないとかそういうことではなくて、ここの場所にそういうことがあってこういう人がいてこういう話があったよっていうことの全ては、人間の話とか、まあ、動物も出てきますけども、まあ、人間の話、昔の人の話なんですよね。これが真実真実で ないとかじゃなくて、そういう話がここにあったよっていうのが、まあ、伝説とするじゃないですか。ということはそれをこの YouTube にアップさせていただいて、でそれを見た人がね、知らなかったことがあって、そういうのを知るっていうことがつまり大事なことであって、でこの話っていうのは日本人ね、どっかでやっぱり家系図伝わってる、みんな天皇家に枝分かれしたものっていうことになってるし、その天皇陛下も神から生まれた子供じゃないですか。だって一代目の天皇陛下の神武天皇っていう人は天照大神の六代目、直系の六代目なんですよ。でそっから皆さんが生まれてきて枝分かれして、今は他人かもしれない、何々さん何々さん何々さん、もう赤の他人っていうかもしれないですけど、もともとはみんな同じ家族なんですよね。だからどこの伝説をどう人物を織田信長さんとかね、徳川さんとか、そういうのを豊臣さんとか調べてみると、どっかでやっぱりつながってるんです。戦争はしてるけど、でそういう人の歴史を学ぶ知るっていうこと自体がね、もうつまりおじいちゃん、我々の遠いおじいちゃんおばあちゃんの全部話じゃないですか。そういうことでしょ、伝説っていうのは。だから自分たちのおじいちゃんおばあちゃん、あっちの東北のおじいちゃんおばあちゃん、九州のおじいちゃんおばあちゃん、沖縄のおじいちゃんおばあちゃん、和歌山のおじいちゃんおばあちゃんね、そういう人たちの話、そこであったこういう話があったんだよ、知ることっていうのはとてもその心にね豊かなことであって、でそれを知るっていうことがつまりどういうことかっていうと、先祖に対して、まあ、おじいちゃんおばあちゃんを思い出す、思うということじゃないですか、結局その先にあるのは。でさらに先に何があるかっていうと、ああそういうことがあった、だからここにお地蔵さんが立ってるんだね、次にどういうふうに結びついていきます、これ感謝に結びついていくんですよね、全てその伝説を知るっていうことが。つまり感謝に結びついていくっていうことは、最終的にどういうふうになっているか、はい、もう答えはそうですね、仏教と神道と同じ、感謝への道なんですよ。つまり伝説を知るっていうことは、神や仏に感謝するっていうことに結びついていって、それが自然にどういうふうになってるかっていうと、先祖供養になってます。はい。で、まあ結局こんなお経をね毎日読んでやるっていうのは素晴らしいことですけど、たとえその伝説を一つね知って、あそうだったんだねっていう話をするだけでも先祖供養になってるんですよ。つまり私たちはみんな愛されてるし、先祖にも感謝しながら今をこうありがたくね生きるっていう、このね仏の道、神の道なんですよこれね。だから私はこの YouTube のこの動画、まあ音楽についてもここでまた次の機会にやりたいんですけど、結びついてます。でもうこの僕が上げさせていただいてるこの動画っていうのは全て
神の話なんですよ。つまり神が神の指示でさせていただいてるっていうことを今日はお伝えしたくて、皆様にこの動画を、これをねまとめるの大変だったんですけどね、頭がねだからそういう話で、だから皆さんね、またそういう気持ちが少しでも伝わっていただけるとありがたいなと思いますね。だからぜひね、各地にねこういう伝説あるんだっていう情報ありましたらね、またお導きいただきたいと思います。でもういつもご視聴ありがとうございます。今日はもうねちょっと長くなりましたけども、そういう感謝への道また進めていきたいと思いますんでね、はい、来週もまたよろしくお願いします。ありがとうございました。